ネット添削で、まあ、走りの課題だったんでですよでその時に手の振りっていうのはこうなるんだよって話をして手の振りっていうのは、えっと、こうなるんですよって、まあ、正面走りだったんですけどこんな感じになるのねこんな感じにね今書いたこれ手の振りねこれ。 手だけ描くっていうね <laughs> どんなどんなやつなんだよ <laughs>。走りって言って手だけ書くんかいっていう <laughs> まあそんだけいっぱい書いてるから嫌 <laughs> ってこと走り書いてるからそういうことにもなっちゃうんですけど <laughs> もうちょっとこうかな <laughs>。まあこういう走りのねポーズがねまああったとしますよ。 ってなった時にこの手の振りがこうなるんだよっていう話をしたんですよ。こうこうでこうねこれなんだよこれなんだよこれなんだよこれ,よこれ走りの敵の手でもあるんですこれ。まあちょっとマッチョに書いてあるけど動いてるっていうことなんですよ。 こっちにこう動いてってこうこうこう前に手を出してる時の手なんですよこれこれアニメ四クですからねアニメ四クなんでアニメ四クなんですよ何を言ってんだ絵が動いてなんぼってことです簡単に言うとはいで絵が動くための理由ってのが必ずあるのねあのそれで言うとこのページともちょっと連動してんだよねえっとこうこれね これ。あ、これ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 。これなんですよ、これ、これ。これ、手が前に出てる時の形っていうのは、こういうのに連動。あ、そうだよ。あ、そうそう、あ、そうだ、うんそうそう。で、走りのパイ、走りのページきた。<laughs> そうだよ。この走りのページのあれなんだよ、今のは。うーー <laughs> そう。で、前に出してるというね、形があるの。ね。例えば、この足は、前に出してる足の形なんです当たり前なんですけど。これね。 だってこうなってねこうなってねこれ前に出してる時の足の形これ見えるでしょでこれがねじゃあ次前に出してない時の足の形でどうなるのって言ったらですねこうなるんですよまあ次の絵なんですけどこれ関節の形がもう変わるのねフォルムが変わるこれは前に出ようとする弓なりの形なの。 でこれはもう足が前に出てはいるんだけど、もう出終わってて、これ以上足前に出さない形なんです、これ。だから、この次の絵なんですけどね、走りで言うと。えー、この、こういう順番なんですけど、こういう順番ね。っていうのが、まあ、いっぱいバーって書いてあるのがあれページなかったっけ走りの、足の形いっぱい書いてある。あれないか。歩きが書いてあったのか。あ、歩きか、それは。あ、これだ、これね。うん。 えっと前に出そうとしてる形これねこれますまあこれ走りにまあこれそのまま走りになるからねこうやってこうすると走りになるからそのままそう本当は走りも書きたかったんですよだけど多分ページの制限があって <laughs> ここれで走りになるじゃないですかねでこれはもう足を前に出す足じゃないんですこれもうねもう出し終わった足なのこれ で形が変わるんですよフォルムがもうこれ足を前に出そうとしてる時の形ともうどっちかっていうと引く引きの形なの引くね引いてる時の形で形が変わるんですよっていうのが実は話をブワーってまた戻るとこの形に全て集約されてるとだからものが前に行こうとしてるとかあるいはですよこれで言うとこう 体重がちゃんとこっちに乗ってるよってやつですね、これね。もうちょっとな今だったらもっと簡単に書いたなちょっとこれでもね、ひよってるな正直。ひよってるっていうのはちょっとね、色気出してるっていうか <laughs>。ちょっと上手く見られたいんでしょうね、やっぱ俺もね <laughs>。言ってもやっぱ。もっとシンプルに書くな今だったらなちょっとひよっとるなこの絵 <laughs>。まあ、こういうことですよ。ね。 ね、みんなやっちゃうのはやっぱ無意識に描いちゃうとこうなっちゃうんですよ絵がこう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 これねこれもよく見るねほんとそうもう両方モコモコみんなほんと見るね、うん、うまくならないんだよこの両方モコモコのやつマジでそうあのー、ちょっと強調してで,すでもですねやっぱしのつけ方とか体の流れうん これって動かないのね要するにそこにあのいないみたいに見えちゃうんですよ。でこう,やってこういうふうに書くとやっぱ重心がちゃんとこっちにね左にあるとねちゃんとこう体重の何でしょうね移動っていうのかなえっ、ー、とが見えるじゃないですかちゃんと左右のメリハリがあるとねうんここら辺ね無意識に形を取ってるうちはねやっぱモコモコしちゃうよねみんなねうん。っていうのはあるはい。 いやーこの本ねほんとマジでこの本1冊ほんとマジで買ってください全部大事すぎてマジで全部大事ほんとこれもある無意識だとこれほんとあるこれ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 もう全部大事 <laughs> 全ページ全大事もうこれもよくあるねもうこれもよくあるねあのリボンが書けませんみたいなこれねリボン書けないあるある 「ネクタイがうまく描けませんああるあるみたいなそううネクタイうまく描けないあるあるはですね」とか「リボンうまく描けない」で、まあ、リボンっていうのはネクタイと同じだろうなんだってねあのネクタイうまく描くための方法っていうのはやっぱねこう例えばですよ少し動いたりしたらですねこうやってねじれたりするわけですよこの薄いところを作るってことです簡単に言うと。